最初に立った作戦通りではなかったんですか？大体が大体も自分の、うん、でこのままずっと相手と組み合ったりした状態なんで、うんうん、そっちの方が自分には合ってるかなって、うん、はい。さっき言ったこともいろんな試合が次々とあるようですから、まあ、一つ一つ乗り越えて大変だと思いますけどね、まあ、あの怪我にも気をつけて、はい、ぜひ頑張ってほしいですね。そこでしっかり勝ち切って、そしたら、まあ、アジア選手権にもつながるので、うん、まずは12月の天皇杯で勝ち切ることが目標です。うんうん。